はやかぐら、なにわかぐら、なにわかぐらは、関西地方を中心に伝わる里かぐらの一種。楽器は、流的釣り太鼓、手拍子、尺拍子を使う。巫女の前には、坂木かぐら鈴、体、勝負、切りぬさ、鎌、穂子、剣、蛇、扇などを使う。吉田家がかぐら125座を編み出したのが、なにわかぐらの始まりという吉高説と、かつて、 伏見稲荷神社に伝わっていた五所神楽二十五座のうち、十六座位が、何は神楽と共通することによる、伏見稲荷神社説などが有名である。しかし、吉田家は絶え、吉田流神楽を継承した、笹えや馬う、ま、右引き継きぎがなく、大阪の安倍王子神社の長谷川家に教えてもらっている、ため、今は、本流とは言えない。現在、大阪府内に広がる何は神楽は、 大阪婦人社長が定めた曲を主に行う。大阪婦人社長は、富永忠千吉の飾り指の入った神楽を取り入れている。現在何はカグラの流派、富永流太平や橋本流松だけ。何は神楽は、現在三十座伝わっていると言われているが、本当は他にもある。秘曲と呼ばれ、公開されない曲が残っており、その継承は、 松田家が記録として残しており、神楽譜、歌譜を作り正しく継承している。また、家々で、少しの違いがある。里かぐらいと開き庭の舞、坂木舞四方廃和平派やかぐら引くは花の舞あずま、古長編、あずま泉穂子の舞や井舞玉立役も八、平手山淳大山の幸花遊信主長新権の、舞な庭大会の高勝負がり心境を佐藤との、 前ゆ立て鈴船一般的な巫女装族に似ているが、千葉に当たる部分は、前犬と呼ばれ、胸紐がなく、太い組紐のような帯を締める。その上に着る、ジンバオリに似た禁断の衣服を千葉と呼ぶ。ありがとうございます。